願いします。行きます。お願いします。お願いします。
그래도 혹시 걸릴 수가 있잖아. 그래서 그냥 가져가 해. 시영아, 나 노래 잘하지? 자, 거짓말 시키잖아. 나나의 노래 좋아요? 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 있어요. 좋아요?
대단해. 今日は二人初まって白日です。韓国のラッキーアイテム。俺京都なんてそんなもん京都弁なんて違うよ。モニターも今もう。ブロック1。
찍어가. 아, 그죠? 스케벨 클럽. 스케벨이 뭐예요? 생마. 힘이 더 스케벨. We are 스케벨. 그러면서 마지막으로 이렇게 딱 서로 이렇게 손 내밀면서 목소리 너무 태우 너무 맛있대. 내가 먼저 나눠요 이렇게 하면. 아, 너 잘하니까. 내가 뭐 태우 너무 맛있더라. 아, 그렇지. 이모. 하나, 같이 이쪽 팔을 보면 그럼. 먹고도 쐈는데. 아니 이게 화살이 불량품인데? 아, 체인지 오네가시마. 해 때문에. 아! 너무 못 맞췄어요? 아, 이렇게 하는 거 어떻게 하는 거야? 이렇게? 집 짓고 살아야겠다. 여기에? 그건 이에 닫을 때 쓰는 다 뭐가 이래. 이야 됐어. 아니네, 이따 가게. 정말 사랑을 몰라. 아니, 나 그래야지. 너, 너 때문에 내가 이미지가 다 망가져. 일본한테 좀 가오 좀 살아야지. 쿨! 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 쿨!
배고파 배고파. 오케이, 아나타 노 닉네임, 이마카라 아나타 닉네임이 부타다. 노 각국 부타. 각국 부타. 준기가 카이타. 제가 썼어요. 아타시가. 응, 최고주. 준기 최고주. 너 최고주. 최고주. 뭐지? 최고예요. 난다요. 최고주. 최고주. 대깔따르. 준기상와 최고주 메모이 저요 배고파요. 오나카 쓰이타. 아고 아타마 이타이. 머리가 아파요. 머리가 아파요. 또 똑바로 해. 시까지 싫어. 똑바로 해. 시까지 싫어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 . 아홉 이상 시까지 싫어. 준기 시까지 싫어. 에? 뭐 이거 다시 봐요. 좀 더. 됐네. 낙서했어요. 맞다 씨가? 나나에노 나노 텐텐가 나. 아, 소데스네. 고멘네. 나. 나. 나나에 히토스지. 신난다. 주 최 최고죠. 최고주. 아, 최고주가 You know, 초 최고주. 최고주. 네, 그거는 사투리야. 사투리. 충청도 사투리. 나라. 모니터 내가 한 거네. 하이. 하이. 떨어뜨린 거 내가 저기서 사온 거 아니에요. 태비 태비 또 재밌더라. 나 때문에 수차두고 잊어버렸잖아요. 한번 더 뭐뭐 하면은 나 때문에 잃어버린 거. 天気はい。はい。曇るのまで。はい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 。は
すごい。皆さん、Bカメだけでいいですか。そう。はい、テープチェンジします。ちょっと怖いね。ちょっとテープチェンジもあるし。うざい。トラック中。君しか見れない。もうや。
なたの愛してるから心が痛い。しろ。君が好き。나는물냉면좋아요。12日日本で公開された日韓合作映画初雪の恋バージンスノー。ソウルと京都をつなぐピュアで淡い恋を描いたこの映画、今回はその秘蔵メイキング映像をたっぷりとお見せします。韓国から来た転校生と日本人の女子高校生のピュアで淡い恋を描いた映画初雪の恋。行こう。私に？私が이렇게떨어뜨린거。受け取れません。最初は言葉が通じないながらも次第に惹かれ合い、心を通わせるようになる二人。そして二つの約束を交わします。이도자기에一つ目は二人で焼き物を作ること。うん。約束하는거지？約束？うん、約束。日本語も約束。約束。そして二つ目は二人で初雪デートをすること。첫눈오는날에데이트를하면그연인들은행복해진대。初雪デート？うん。さ、約束。約束。しかし運命は二人を引き裂いていきます。京都とソウルを結ぶ二人の恋は果たして。ソウルに初雪。今日、京都に初雪。主人公のミンを演じるのは韓国で最も美しい男、イ・ジュンギ。王の男でトップスターの仲間入りを果たし、押しも押されぬ人気者となった彼は韓国だけでなく日本でも脚光を浴びるようになりました。はい。そしてミンと切ない恋に落ちるナナエを演じるのは映画ナナをはじめドラマなどで活躍する宮崎あおい。撮影が始まった2006年9月、純義くんの初印象を葵ちゃんに聞いてみました。スケベ同割り何らしスケベスケベあこちゃんスケベクラブスケベリゴチェンマヒーザスケベウィアスケベ。他の共演者とももちろん息ぴったり。
そして夜には京都の夏祭り祇園祭りの宵山のシーンが撮影されました。たこ焼きなどセットとはいえ本物の屋台が並んでいればやっぱり食べたくなっちゃいます。お長いカメラ意識してるやろで、純美くんと葵ちゃんの2人はやっぱり今日もハングル講座でも純美くん今日はなんか変な韓国語を葵ちゃんに教えてるみたい。クール一番早いクール何の違いが分かんない。韓国の豚がクール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 。そうそう韓国の豚クールクールクール。韓国の豚が豚をクル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 。日本ブーブー。お腹空いて。お腹空いてクルクルクル。ペコパペコパ。帰って本見て、あ今日何やったかなってこれを紙に写して。お願いします。今日のこれは純義が書いた。제가썼어요。私が書いた。とドバロ。とドバロヘ。とだけカタカナです。しっかりしろ。しっかりしろ。とバロヘ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 。うんあな。とバロヘ。ファイティン。ごめんなさい。わかりました。眠い。眠いです。お腹空いた。あ、頭痛い。머리가아파요。머리가아파요。또。わあ、とばらへ。しっかりしろ。とばらへ。しっかりしろ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 。あおいさんしっかりしろ。準備しっかりしろ。え、行こう。で、さらに新しいハングルをあおいちゃんに教えてるんだけど。ちょっと待ってください。ちっちゃい。ああ。カタカナで書いてる。すごい。カタカナが逆に分からなくて教えてるんだか教えられてるんだか。めっちゃ難しい。分かった早い。チュー。え？あ、もう一個出せばいいちょっと。そうですね。変なことばっかりして。ようようあよ。ジュンギ氏。ジュンギ氏。I don't know。I don't know. 七、八、五、十、十？ユ。ユユですか？ユになってる。ああ。葵さん。はい。です。今度は。落書きですよ。葵ちゃんに落書きしちゃって、で自分の腕にも。七重だけ없어가뭐야일본어로しかない七重しかない七重だけ何かあ、なんか물었어요しゅんさんいや、뭐야日本人です。自分で書いた文字が見えなくなっちゃいました。느낌만좀어떻게해줘。文身に뭐야文身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 は文身文身タトゥータトゥータトゥーひらがな。私が七重の七の点々がない。あ、そうですね。ごめんね。あなあ七重一筋、うん、死なんだ。あ、中中최고조최고주아최고주가 you know 초치에고주최고주그거는사투리야사투리충청도사투리최고주가사투리최고주가홍겐최고주네홍겐가아최고주최고최고홍겐을教えるなんて준기君レベル高すぎ。伸ばしても変わんないよ。최고주최고주네최고주준기최고주너최고주최고주뭐지최고예요
なんだよ。チェゴジュー。純義くんと葵ちゃん、だいぶコミュニケーションが取れるようになったみたい。で、純義くんの日本語の成果はというと、あなたの愛してるからここのが痛いです。シクロシクロ言われてる。はじまん。葵さん、ナナエが私を好きじゃない、ね、私を好きじゃない。はじまん。あいつバケルそういうの知ってるね。はじまん。ナヌンムレミョン。물냉면이좋아요. 나는 물냉면이 좋아요. 2ヶ月にわたって行われてきた京都での撮影もいよいよ佳境。共演者ともすっかり仲良くなっちゃって記念撮影。葵ちゃんとももう通訳なしでも会話してます。トラックに。向こうバラバラ来た。こうして撮影は京都からソウルへ向かいます。ソウルで最初に行われた撮影はまた雨のシーン。ミンが再びナナエに会えることを祈る場面。真剣な表情の純義くんに思わず見入ってしまいます。いよいよ撮影もクライマックスシーンへ。撮影当日はまだ11月だったため人工雪で演出。大事なこの場面を演じる2人は歌を聴きながらリラックスしています。そして撮影がスタート。大切な場面のため何テイクも丁寧に撮影が重ねられていきます。しかしこの時、すでに夜も深い時間。二人の表情にも疲れが。だんだんこうずってくるよね。
오케이. 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 さすがに2人とも疲労がピークに達していますが、しかし撮影はまだまだ続きます。もう一回フルショットがあります。じゃこれで本当に終了。2人ともお疲れ様でした。この後も撮影は順調に進み、葵ちゃんはこれがラスト。今日の気分はどうですか？嬉しいです。はい、なんだ、ありがとうございました。ありがとうございました。ご覧の皆さん、今までイジュンギです。そしてジュンギ君もこれがラストテイク。日本と韓国、2カ国にわたった長い撮影もこれで無事終了。本当に皆さんお疲れ様でした。